皆さんに集合しております。本日とにかく来ているので、今日も素敵なポップショーを届けいたします。しっかりと見てくださいよ。そしてレギュラーは素晴らしいと頑張っている FMP とポッピーが、こんにちは、うたんです。こんにちは、じゅんくんです。それは元日、僕たち今日から4日いたんですけどもね、すごい吉祥寺があったんだけど、すごい気に入ったんですね。どうしようか、あれをまだお前何やってんだバカ野郎。お前黙ってまだ喋ってお前何言ってんだ、裏番組出てるくせに。何それ裏番組つら。そうだよ、残った残ったのよ、ほんとにも。はい、そんな感じで素晴らしいネクタイ始まった銀座なんですけどもね、はい、それではまずレギュラーから紹介していきましょうね。はい、まずはポップティンガールズですよ。チーコです。ゆうこです。きょうこです。3人目してポップティンガールズです。あれ、ゆうちゃんなんで休んだの先週。テストで。ああ、そうですか、頑張ってくださいね。もうポンポン行きましょう。はい、ピエロターボー、なんちゃってピエロターボー。元気でした、元気ですね。はい、田島仕事レッドショックの皆さん、拍手拍手。今日は興奮してます。僕の大好きなカラパナが来てます。いきですよ、合言葉はやったね。はい、決まりました。次はゲストに行きましょう。ゲストね、まずはティワニのお二人さん、よろしくお願いします。今週の歌で頑張っているテレザー野田さんですよ、よろしくお願いします。その他に素晴らしいゲストが来てますからね、お楽しみにしてくださいね。それではまずはトトとトトの本名を呼んでみましょうね。呼んでみよう。ポップティンズベスト10。はい、オリコンのヒトちゃんと皆さんのリクエストカードで作るベスト10。なんと、なんと唇にサーフィン、地球も一つ、テレサも一つ、ハワイから8人子。何を言ってるんですか、わけわかりません。もう今日はすごいんだからさ、皆さんちゃんとお伝えしてくださいね。はい、お伝えしたいと思います。はい、あのブロンディとカラパナが今日は素晴らしいゲストとしてやってきておりますよ。ミキちゃん、私が言おうとしたこと言っちゃう、はい、もうこうなったら私はもうあれですよ、小豆のないたい焼きみたいなもんですよ。誰じゃないですか。でも本当に素晴らしいことで、でもワクワクしております、はい、ニューヨークパンクの生んだブロンディと、はい、ハワイの生んだナンバーワンのグループカラパナが今日のゲストなんですよ。はい、ウジカン、はい、ブロンディさんです。こんなわけだ、すごいわね、割れてるわ、はい、それからもう一つ素晴らしいゲストですね。はい、フロムハワイカラパナ、フロムハワイカラパナ、アロハアロハ。はい、とにかく今日はですね、こういったすごい豪華なメンバーで、後ほどスペシャルでね、ご紹介しますのでね、皆様お楽しみに。はい、ところでですね、サムちゃん、サム、そちらばっかり見てないで、はい、見てないでちゃんとしてください。はい、行きたいと思います。何しろ何したってもう分かりませんよ、はい、僕なんかもう、はい、とにかくもうすっかり黙るようですので、構わずベスト10に参りましょう。後ろにいっぱいいますから。さて、今週の第10位です。あ、おう、はい、ハードタイムスボズスキャックスさんがちょいずっこけております。変わりませんけれども、はい、なんといってもね、ブロンディさんに聞いたんですけどね、はい、アメリカでもすごい人気だそうですよ。はい、そうです。何したっていいですよ、もうあなたね、全然今日ワンナフラーですからね。ブロンディさんがこっちにいるから。はい、参りましょう。今週の第10位、ハードタイムス by ボズスキャックス、どうぞ。はい、ハードタイムスボーズスキャットでした。そして第9位です。はい、ビューティフルチャイルドバスターが頑張っております。で、もうすぐバスターインジャパンのフィルムを出しますので、ね、皆さんお楽しみに。お楽しみであります。そして今週の第8位です。はい、ドローザライフエアロスミスがもうハードでジャンプアップしております。すごいね、観客さんもスティーブ・タイラーさんを中心に、はいはい、今年
燃えに燃えてるんですよ。そうですね、ストーンズ のミック・ジャガーに似てるスティーブンさんになりますかね、はい、もうこの顔見てたらゴリラのようなこの顔が最近持ってるんですね。角川さんもこのように言っておりますね。なんて言ってるんですか。はい、野生の証明、ネバーギブアップ、おーとオランウータンが言っておりますね。ミキちゃん最近きついんだ、次々と参りたいと思います。今週の第7位は、はい、初登場、はい、愛はきらめきの中にビージーズが乗せてまいりました。とっても嬉しい歌ですよね。素晴らしい愛のバラードであるんですよ。はい、アメリカングラフィティのソウル版という感じのですね、はい、サタデーナイトフィーバーという映画のタイトルで、はい、テーマソングでありますがね、まあ僕もこの曲にはしびれまくっております。そうですね、まあビージーズといえば小さな恋のメロディーって素晴らしいリスト曲ありますけれども、この曲も彼らの代表曲になりそうです。それから一番下のほらアンディ・ギブちゃん ね、この人たちとともにですね、アンディ・ギブとともに今年のですねビージーズ旋風はまた再び巻き返そうと、こういう感じありますね。 であります。そして第6位です。甘い罠、チープトリックはしつこく粘り切っております、はい、もう今や新しいタイプのアイドルになった甘い罠ですよ。先週来たシュリーとマリーちゃんもですね、チープトリックって言ったらね、もう彼ら最高、こういう風に言ってましたね。はい、もう圧倒的にヤングに人気があります。それでは、はい、今日はこの2曲続けていきたいと思います。まず第7位、愛はひらめきの中にはビージーズで、はい、そして第6位、甘い罠は大好評、先週に引き続きレッドショックが頑張ります。そう、シュリーとマリーも褒めてた、県民やっぱり突っ張っていってちょうだいな。どうぞ。I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander apart from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?県民赤パンで頑張っておりました。今週もかっこよかったですね、はい、そして今週の第5位です。はい、伝説のチャンピオン白黒水の騎士がちょいダウンであります、はい、まあ、しかしアメリカではね、アメリカの人チャートでちょっと今映りますけれどもね、今やトップを狙う勢いで今頃になってどんどん、すごいですね。まあ、あのクイーンと言いますとね、フィルムがいつも凝っているので ね評判でありますがね、今回の白黒賞負けますね、これは。しかしなかなかあの衣装に合うとは少ないですもんね。そうです。ところでサムちゃんなんか着るとどうかしらね、私の場合ちょっと見て、和田くん、こんなのちょっといつもと違うみたい。いや、なかなかよく特徴をね、掴んでると思いますよ。特徴ですかね。はい、そして今週の第4位です、まあ、いいで、はい、ラブガン肉まん軍団が何しろ燃え差し返しております。はい、とにかくキスがいないと何やらしてちゃうとか寂しいって感じですね。今日のスタジオも寂しいです。今やもほんとポップティンポップスのなんかもうしっかり定着してる感じです。あの今度来日しましたらぜひピンクレディと共演してもほしいもんですが、はい、珍しく今日はあんたいいこと言いますね。いいこと言いますでしょ。もうキスが全員でこれですよ、ほらこんな感じですよ。みんなやっ今の和田くんのこの絵、なかなか今の実の和田くん上手いですよ。これはなかなかいいです、はい、アイデア、まあ、実現したら面白いと思いますけど、はい、参りましょう。今週の第4位、ラブガンバイキス。
は爽やか大きな世界カモネンコカモネンコカモネンコスカッと爽やかコカ・コーラストライクの音は健康の音暮らしの中にボーリングボーリング新しい美味しさの誕生明治チェルシーアーモンド新発売 This is Chelsea Almond ホワイトチョコとエッグウェハーの微妙な美味しさ女の子ってとてもリリックなの男にはわかんないの明治ホワイトチョコレートリリックしましたポッティンスペシャル今日は先ほどもご紹介しましたけれども素晴らしい2組のお客様ブロンディーと、ね、そしてカラパラ2組ですねすごいですねはいブロンディーの皆さんです、はい、どうぞこんにちはこんにちは。もしもし、こんにちは。これバッチリですよね。はい、というわけで、メンバー紹介など一人ずつやっていただけますか。Would you introduce yourself to the camera one by one, each one? Okay, I'm Debbie. はい、デビーさん。はい、デビーさんです。はい。I'm Chris, guitar player. はい、ギターのクリスさんですね。はい。Jimmy Destry, son. Hi, I'm Clem. Hi, Eureka.Hi, I'm Nigel. Frankie, the guitar player. はい、以上ブロンディでございます。めっちゃかめっちゃかでありますけども。日本公演終わったばっかりなんですけど、どうもありがとう。ね、聞いてみましょうか。How was the Japanese concert? もう日本コンサート大盛況でしたけどね。What? It was fantastic. とにかく皆さんこういう感じ、fantasticです。素晴らしかったって、とっても皆さん楽しんで、楽しんだみたいですね。Did you enjoy it? Yes, very much. We can't wait to come back to Japan. We and our fans are the greatest. Best fans in the world. ね、とっても皆さん楽しんだそうで、なんか世界中で一番素敵なファンの皆さんで言ってました。今日会場にお見えになってるほぼ女性の方ですけども、日本の若い女の子たちはいかがなもんでしょうかね。How do you feel like Japanese girl, young girl?Yeah. No comment. Very good. みんな very good って言って、みんな喜ばないの very good って言われて。最近なんか遅れてんのよね、はい、うちらね。はい。とにかくブロンディさんたち今日帰ってしまうのでね、演奏してもらおうと思ったんですけど、あ、are you leaving Japan today? What time? I think we're leaving tomorrow morning. Tomorrow morning. Around 11. Ah, I see. 明日ロンドン。ロンドンにこれから。Great. この後ロンドンに来ましてね、その後ヨーロッパとかずっとツアーで回るそうなんで大変ですね、はい、今日残念ながらちょっと演奏してもらえないんですけれどもね、そういうことでこれからもうね、全部機材がね、羽田にあるんでね、うん、もうちょっとできないんです、もう行っちゃってる空港の方にね、行っちゃってて今日はやってもらえたら大変なんだけど、また来る機会ありますかね。Are you coming next year? そう、いつ来るのね。 I hope so. I think we'll come back maybe December, I'm not sureですね、今年の、ね、12月頃ひょっとしてまた来れるかもしれないそうですからね、楽しいですね。そうですか。じゃあですね、最後にですね、皆さんに一言ずつなんか一つメッセージをお願いしましょう。Mr. Big says, would you give some message to young Japanese fans, say goodbye or something, or see you next year or something? Okay. Yes, we want to say thank you to all of our fans and we love you very much. And next time when we come back, we hope that you all have learned how to do the pogo.とにかく皆さんいろいろ知って大変に嬉しくて、また次の機会に会って皆さんぜひお会いしましょう。お島の方ちょっと分からなかったんですけど、そうですか、そういう感じ。はい、それからですけど、じゃあもう一言。はい、I don't know what, they're the best fans in the world. They're the most dedicated. The best fans, number one.
大変エキサイトしてる感じですね。もう皆さん最高で、本当ベストね、世界で一番素敵なファンの皆さんでした。またお会いしましょう。というわけでブロンディの皆さんたちでした、はい、どうもありがとうございました。 Thank you very much。 あ、これですよ。僕にもキス。あ、そんなわけで、ね、Would you give me a kiss? あ、そう、ありがとうございました。 Thank you very much。 そんなわけでそれではですね、はい、あの次はカラパラの皆さんですけども、そうなんですよ、じゃあみんなで呼んでみましょうか。そうですね、From Hawaii Welcome カラパラ。もうこれぞソフトアンドメロ。最近久々見るホームラン音であります、はい、もう一度紹介したいと思います、はい、カラパナの皆さんです、はい、アローハ てなわけですね、まずですねやっぱりね、はい、最初お見舞いでありますから、みんなからメンバー紹介をしていただきたいと。そうですね、メンバー紹介するのも何でありますから、我々が順番に紹介していきましょう、そういうわけで、キーボードを担当しておりますミスター・カーク・トンプソン。イエーイ。それから、マイケル・バウロー、サクソフォンです。それからリーダーであります DJ プラット・オン・ギター、よろしく。それからもう一人おひげのお兄さん、はい、マラニ・ビリュー・オン・ギター。イエーイ。この人ニューベースね、ニューメンバーであります、キモ・コンウェル・オン・キーボード。それからドラムス、はい、ドラムスアルヴィン・フェンジュラン、オンドラムス、はい、それからもう一人ベースですね、日本人みたいな人であります、はい、ミス・ランドル・アロヤオンベース、こんな感じであります、はい、なんかハワイの人とね、うん、日本人の方が全員でなんか我々とミックスするとなんか本当にカラパナのメンバーの一人じゃないかっていう感じもありますけど、はい、そういう感じですね。どーっと横切ってこの辺まで行きますか。どうか、ごめんなさい、さてコンサートなんですけども、はい、私が忙しいんですが、コンサートはですね、なんと来週の月曜日からでありますよ。皆さん
ね、まあ、いわゆる去年の夏から、ね、サーフロックと言われたハワイのロックとっても注目されましたけど、その中でもナンバーワンがこのカラパナですよ ね、 すね。本当に素晴らしいソフトで美しいハーモニー。でもよくハワイからこういうグループが、ね、生まれましたね。そうですよね、これが一番最新ブランニューアルバムで、褐色の誓いとカラパナ3であります、はい、そうですね。この LP の中にも、今日のレインボーというのは入っておりませんでした。ごめんなさい。虹をつかむ男を1曲目聞いておりました。いろいろありましてね、諸事情があるんです。それでは最後にですね、はい、日本のファンの皆さんに、いよいよこれから初音耳ですので、はいはい、じゃあ DJ に代表してもらって、ね、Would you say, would you give some, would you give message to the Japanese fans, to the camera? Oh, to the camera. We love it in Tokyo, and we'd love to play for you folks at our concert coming up this Monday. Mm-hmm. So、okay. hope to see you there.Thank you. なんか皆さん東京コールととっても嬉しいです。皆さん次の月曜日からのコンサートぜひ来てくださいということでした、はい、というわけで、はい、今日はブロンディとカラパラの皆さんを紹介しましたね。さてお次は気になるあの瞬間であります、はい、せーの Now、うん、コマーシャルであります、カラパラさんもアロハ、アロハ、アロハ。はい、ユミのラブヘアインタビュー、今日来てくれた女の子たち、お名前どうぞ。マミです。杉です。横須賀の栗浜からわざわざ来てくれたのね。はい、海がお家から見えるんだって。はい、ね、いいところね。海っていうのはもう冬もいいし夏もいいしでね、はい、あなたはどんな季節が好き？春です。どうして？暑くも寒くもないからです。なんか楽しい理由だけどね。春風にね、こう髪をなびかせるとき、このクリームシャンプーとクリームリンスを使ってアカシアの香りを漂わせてください。はい、ね、お外は花でいっぱいらしいですよね。はい。あなたはいつが好き？夏が好きです。どうして？泳げるからです。若いですね、はい。泳いだ後髪汚れますからね、今からもうクリームシャンプーとクリームリンスを使ってしっとりしなやかな髪にしてください。はい、ね、じゃあ2人とも使ってくれるということで、みんなにも勧めてください。どうぞ。栗浜のラムもトヌマくんも使っているクリームシャンプーとクリームリンスだよ。さあみんなも一緒に使うずらーということで、皆さんペアで使ってください。クリームシャンプーとクリームリンスです。今日どうもありがとうね。はい、これから楽しい季節過ごしてください。はい、イラストナンバーワン。この頃悲しいことはないですか？寂しいことはありませんか？社会の波にもまれて精神的に疲れているあなた、家に閉じこもってるばかりじゃダメです。苦しみが心にたまるばかりです。そんな時ダンディ2のイラストナンバー見てください。必ずあなたをお救いします。救われないのがここに一匹。今日のイラスト、はい、一生懸命描いてくれてますね毎週。はい、素晴らしいイラスト毎週ありがとうございますね。今日はベスティローラーズに関するものが多いですね。パッと思いますね。いろんなキスもあれば、はい、クリームもあれば、はいはい、はい、こんなからね、ユーモア賞、努力賞、イラストナンバーワンね、3名さんもお選びして素晴らしい賞品を差し上げてますよ。あげますからね。今日の賞品の説明は誰がしてくれますか？ゆーちゃんかな、ひょうちゃんかな。いや、ちーちゃんだ、ちーちゃん、君だ。はい、どんどんお便りを寄せください。お待ちしてます。まずユーモア賞として、パンタロンシューズのメーカーサンダーより軽くて履き心地の良いオリジナルシューズを。努力賞の方にはルールは簡単、7歳からお年寄りまで家中で楽しめるアノアのポンジャンゲームを。イラストナンバーワン賞の方にはクォーツ時計の本格派、タフで薄型、差をつけるスポーティーなヤングのシチズン、クォーツクリストロン V を差し上げます。そして月刊賞として、人形は顔が命、東京浅草橋、吉徳太鼓を作す浮世人形を、それぞれ銀座ナオより差し上げます。俺は三大シューズで街をかけるんだ。あたいはポンジャンで一家頼むを試すたいわ。何言ってんの？はいはい、それではまず決定していきましょうね。まずはドロクショーから決定していきましょうけど、カラパラのね、ミスター DJ です。イエーイ、Please come here, welcome sir。 イエーイ、What do you like? Jeff Beck。 Why do you like to this? It's really nice。 Oh, very nice, very nice. I see、Thank you。 英語4級ですからね、僕これでも。ジェフベック、横浜市の田上さん、田上さんね。やったー、決まったー、してる田上さん、おめでとうございます。はい、次はユーモア賞ですけどもね、カラパラのマローニー。マローニー、プリーズ、マローニー、プリーズ、カムヒア、イエイエイエイ。ホワイトユーライクチューズ、アリック、デジョイン、ロックスナイス。おー、ほんとにいい。おー、アイセイ、アイセイ、アイセイ。伊藤さんね、やったー、決まったー、してる伊藤さん、おめでとうございます。はい、はい、次はイラストナンバーですけども、イラストナンバー誰に選んだと思います？レッドジョークのケミ君です。キャキャー、ナンバーワン、オーエイ、オー、クイーン。ファッド、ファイト、ユーライク、チューティー。オー、ワッツ、ウィン、ロン、ファッド、アイチ、ゴー、ティア。クイーンね、イラストナンバーワン、今週の日本一、本当におめでとう、心からおめでとう。はい、イラストナンバー決定したことでね、はい、次は歌いきましょうね。田島慎吾君のバイオレットラブです。どうぞ。
紫が似合うよとあなたに贈ったドレス別れにはその色が悲しすぎます肩寄せて見に行ったフランス映画ならば微笑んでさようならでも僕は泣いています2ヶ月だけの短い恋です青春の一ページにさえなりはしない恋ですだけど嵐のように燃えたあなたを忘れるなんてできない恋は所詮ゲームと分かっていても信じちゃいないよいきましょうね。テレサのドハンが歌います。そばのくぼみどうぞ。2月5日日比谷公会堂でね、六大学附属高校の応援団の集いに出演するティファニーの恋人たちの公演通り。女の恋がしたいあなた、赤いレンガのカフェテラスでアイリッシュコーヒーなんて少し洒落てみませんか。
ればいいんです。きっと素敵なハート射止めます。こちら噂の公園通り。パパランナン、ドライシューの中にとろけるようなチョコクリームが優しく包まれてしまったの。一口タイプのかわいいシュースナック。明治パパロン。和夫さん、また飲みすぎ、ムカムカするんだって。前はこんなことなかったんだけどな。もう若くないんだよ。お父さん、キャベジ飲ましてみようか。そう、まだ飲ましてないのかい。うん、まあ喉が痛い？喉が痛い時はコルデントロッチがいいね。黄色くて穴なんか開いてる。ほらほらほら、喉がスーッとくるよ。喉にはコルデントロッチだね。ポッピンズベスト3。はい、ポッピンズベスト10、いよいよベスト3の紹介です。はい、さて今週の第3位はハートで歌おうローラーズが残念ながらダウンであります。でも残念ですね。とにかく上位3曲がすごい接戦でね、わずかな差でしたけどね。そうです、ローラーズファンまたね、まだまだいろいろあります。さらにリクエストお願いいたします。はい、参りましょう。今週の第3位、ハートで歌おう by ベイシティーローラーズ。 Yesterday when I was young I played the game and never won but rock and roll would bless my soul foreverOf love and ecstasy Remind me how it used to be I thought those days would never end But now it seems I need a friend I remember all those days gone by I remember all the faces The old familiarまたまたアップ、ウォークインザルームが突っ込んできました。はい、ルーツ問題がようやく聞きましてですね、はい、パッド体調の目下レコーディングを続けているようです。皆さんからいろいろね、パッドの新しいグループとか募集しましたけど、はい、結局スコッティを継承することになりましてね。でも皆さんご迷惑かけましたけども、まあ全部ですね、ロンドンにはお送りしましたんで、はい、パッドも喜んでると思います。どうもありがとうございました。はい、参りましょう。ウォークインザルーム by パッド・マグリンズ・スコッティーズ。カードを参考して厳正な審査で決定した今週のナンバーワン、はい、パリのパラダイス、なんとロリンソンが大変な
な接戦でついにロデッタソンが花の差でもう突っ込んでまいりましたね。はい、まあ、来日しましてね、その勢いでこう、トップに躍り出たという感じですね。そうですね、ヤンミッチェルも今頃泣いてるんじゃないですかね。はい、そう思いますが、それからヤンミッチェルとのインタビューですが、はい、来週のスペシャルでお送りしたいと思います。お楽しみに。それから、はい、ロデッタストーンの来日記念出読版青春の騎士たちも昨年発売になっております。ちょろっと見たりして、はい、そんなわけであります。参りましょう。今週のナンバーは2人のパラダイス by、はい、ヤンミッチェルとロデッタストーン。マルコメ、お味噌を作る。それと、はい、ポテトもらうから。はい。マキシェイクもいいですか。あ、いいよ。課長の先に。先取ってきますよ。ありがとうございます。2140円のお返しになります。ここだけの話ですけどね、たっぷり6人分で2860円。他じゃこんな風にはいきませんね。しかもデザート付きでね。あっちなことやる、マクドナルド。